お疲れ様です。お疲れ様です。今日はどちらへ？ちょっと天神に、はあ、で、まあ、いつもの美味しいもの、はい、じゃなくて、はあ、たまにはこうちょっといいことしてるっていうところをね、はあはあ、あのお見せしちゃおうかなと思って。いいこと？まあね、悪いことばっかりしてるからいやいや、それはね、否めないです悪いことばっかりっていうか、まあ実は僕ちょこちょこ献血行ってるんですよ。あ、なんか献血行くって言ってましたね。そう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 、はあはあ、それで、はい、まあ献血ってね、はい、ほらまあなんていうかさ、ありがたいことに、まあ、健康で、はい、で、まあ、美味しいものもたくさんいつも食べてるじゃないですか。はい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 。で、若干こうエネルギーあふれて血の気多いですよね。あ、抜いた方がいいと思いますよ。ああ、いいことです、いいことですね。うるさいわまあまあだから、はい、たまにこう献血行ってるんですよ。あーはーはーはー。それで、はい、その献血行ってるのをね、はい、まあそんなことをアップする人もいねえだろうなと思って、インスタに何回か上げたんですよ。はい、そしたら、はい、献血センターの人からね、はい、YouTube で来ませんかと、そうですか、いうふうに言われて、はいはいはい、まあこんなのもさ、はい、なかなか見せる機会ないじゃない。俺の血。献血、まあガチ献血行くんですね。ガチ献血っつうかさ。でさ、はあ、やっぱあれなんだって、冬場とかはさ、はあ、献血する人が少なくなっちゃうんだって。あ、そうなんすか。やっぱ人が動かないじゃない。ああ、なるほど。そういうのって関係あるんだって、あ、そうなんすね。それからね、やっぱ若年層、はい、がやっぱちょっと少ないかな、心もとないかなっていうところがあるらしいんで、やっぱこう中島浩二チャンネルをいつも楽しみにしてくれている人に、まあたまにはね、そういうこう、こういうの行ったらどうですかみたいなのもいいかなと思って。ほら、かく純駆動。ああ、ここもう天神の大きな本屋さん。ここの地下で上看板見て。ああ、看板ある、本当だね。あるある、献血ルームあるでしょ。うん、ほら、純駆動入ったら、あ、本当や、中ね、地下1階ここあるね。ほら、ああ、地下1階、地下1階、来た、いいね。おお、ね、なるほど。入り口は左手前の自動ドアからお入りください。ルーム入り口。ああ、なるほど、ね、あ、よし、じゃあ入ってみよう。おお、こんにちは。あ、どうもこんにちは、釈さん、よろしくお願いいたします。あの献血ルームの釈さんです。あ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ねえ、日曜日でもかなりやっぱり人多いですね。そうですね、日曜日は特に多くの方ご来場いただいてご協力いただいております。あの、予約してくる人の方が多いんですかね。そうですね、最近は予約して来られる方も多くいらっしゃいます。そのだから予約ってネットでできるってことですか。はい、ネットでもう予約もできますし、はい、お電話またはこちらの方に来られてからのご予約も可能になっております。例えば天神に買い物に来て、最初にここで何時何時って言って天神で買い物したランチしたりした後にその時間にここに来て献血して帰るっていう人もいるってことですね。はい、そうです。へー、はい、ちなみにあの血液を必要としている人ってどういう人がいらっしゃるんですか。そうですね、はい、あの一番多いのがですね、あのご病気されてですね、必要にされている方が多いですね、うん、特に、まあ、病気の中でもがんにかかられている方は定期的に必要になったりとか、あと、まあ、手術を控えている方はですね、大量に必要とされている、そういった方たちのために血液は必要になってまいります。あの僕の知り合いも、はい、もう随分今ね、あの
状況良くなったんですけど、血液のがんと言われる白血病で、まあお見舞いに行けるぐらいの時に行ったら、もう状況は随分良かったんですけど、もう自分の体の血がほとんどその入れ替わったっていう、だからやっぱ輸血ね、はい、大切なんですよね。だから献血、そんだけね、人間一人の血がほぼほぼ入れ替わるぐらいやっぱこうね、いただいたっていうふうに言ってたんで、はい、あと事故とかでもね、そうですね、そうですよね、はい、だいつ自分たちもそうなるかわからないっていうことを考えたら、まあちょっとね、きちんと健康な時にしときたいですよね、はいはい、ぜひお願いしたいと思います。わかりました。キャナルはいつも行ってるところですけど、天神初めてです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここで献血するの初めてなんですけど、はいはい、まずは何をすればいいですか。はい、献血カードかラブラッドのアプリなどは何かお持ちでしょうか。はい、これね、アプリにも今なってるんですよね。はい、いやだからアプリしたいんですけど。献血カード、献血カード嘘じゃなかったんですね。献血されてるの本当さ、これで嘘ついてたら怖いだろう。これ献血カードはものすごく便利ですよね。はい、その時された献血 の、はい、あの種類であったり、うん、あと献血の回数、うん、あと献血した次の次回の献血の可能日も、うんうん、あの記載してます。僕はもう本当400ミリ1本なんですよ。いやだからいろんなね、やっぱ成分献血とか、はいね、あのその時その時でこれしてほしいなとかやっぱあるんですよね。そうですね、献血ルームとしては。だからまあそこのところはね、皆さんご協力よろしくお願いします。では本日は400ミリリットル献血をよろしくお願いします。お食事は最後何時に取られてますか。食事はですね、お昼12時に肉が一番っていうところで 300g のステーキ食べてました。ありがとうございます。あ、これ時間があるんですか。もちろん食事と間いけないんだ。だからいや、というかちゃんと食事してるかどうか。ああ、そういうことですね。朝、例えば夕方とかであれば朝と昼2食しっかり食べられてる方が、うん、あの、はい、望ましい。まあ、なんといってもやっぱ 400ml 血抜きますから、うん、ということですよね。はい、あ、というかまた俺が勝手に自分で説明しちゃってる。え、これ今日一日すみません、何もとご飯食べてないですっていうとちょっとあれですか。そうですね、やはり安全面を考慮して、例えばお食事をとってから、あ、もう一回来てもらうみたいな感じになることもある。はい、形を取らせていただいてます。さあ続いて血圧 もう自分で測るんだ。あ、なるほど。へえ。いや、奥まで体を横、背筋を伸ばして開始ボタンを押してください。開始ボタン、あ、もうワンプッシュですね。いや、こんなんさ、なんか自分でするってね、簡単になってるよね、うん、なんでもね。まもなく測定が終了します。測定が終了しました。129の85、超絶健康ですよね。ああ、よかったです。シャクさん、129の85ってもう普通に健康ですよね。健康です。ちょっと、ちょっとなんか何ちょっと入ってれば健康。なるほど、こういうことですね。なるほど、なるほど。いやー、なんか至って健康なのか。ちょっと、な、はい、な、ちょっとそのさ、腹が立つみたいな言い方やめるんじゃないよ。それだから献血できるんだ。いや、よかったです、何よりです。ガク、はい、俺の楽しみ、問診まで、あ、ジュース飲むよ。なるほど。キャナルとちょっと違う。お、そうですか。キャナルカルピスがあるんですよ。カルピス好きなんだよね。知らん。あ、コーラとか。そう、リア、あ、リアルゴールドもある。リアル、ちょっとリアルゴールド飲んで。リアルゴールド。で、こっちはコーヒーっていう。あー、なるほど。ちょっとリアルゴールド。リアルゴールド。あ、ちょっとアイスを先に。あ、氷、氷、氷を入れて。リアルゴールド。うまい。いや、それとこれ、お菓子、これね、知ってますか、亀田のバカウケ。これも食べ放題。はい、あのバカウケ大好きです。バカウケ大好きなんですよ、めちゃくちゃうまい。それとカントリーマン。あー、いいっすね。あ、
カレー食べたことないんで、カレーとそれからごま揚げ。おお、よし、行くか。いや、もうフリー Wi-Fi だぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回7回目ということで、はいはい、前回から体調はお変わりないですか？ないです。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、この棚に置いてください。わかりました。洞窟のままどうぞ。はい、はい、うーん、うわ、まあ、こんな感じやるんですね。失礼いたします。はい、はい、ちょっと姿勢調整しますね。はい、姿勢もたるかをします。はい、乾かしますね。はい、じゃあ行きます。はい、なんでニコニコしてるんですか？なんでニコニコしてるんですか？はい、行きますね。はい、失礼します。このまま動かないようにお願いしますね。はい、手先にビリビリと電気は来なかったですか？大丈夫です。大丈夫ですかね。はい、針刺さってるところの痛みは徐々に引きますのでね、はい、気になったら教えてくださいね。はい、あ、これっすね。こんな入ってるの？今227、残り227、カウントダウンされてる。いやー、俺の血愛おしい。でもこれがなんかこう役に立ってくれるんだったら最高じゃないですか。お疲れ様でした。ありがとうございます。ま、気分変わりないですか？あ、大丈夫です。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あとは休憩するってことですね。そうですね、休憩もしなさったら、お飲み物もしっかり飲まれてください。はい、お疲れ様でした。今度はリアルゴールドと空を混ぜました。あのよくファミレスで子供がやる半分半分みたいな。ほら、美味しい。うまい。リアルゴールドにほんのりブドウの味がする。っていうかさ、50の半ばで献血400抜いてここでキャッキャ言ってるって、もう俺もなんか自分でおもろくなる。ありがとうございました。いえいえいえ、お気分お借りございませんか？あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、献血カードをお返しいたします。あ、わかりました。ご確認お願いいたします。はい、中島浩二ですね。はい、はい、本日400名献血ご協力ありがとうございます。はい、で少しですけどもお持ち帰りくださいませ。お菓子いただきました。 おにぎりせんべい。はい、ありがとうございます。いただきます。いやー、実はですね、なんか特典いただけるっていうことで、あのこの中島浩二チャンネル見て、福岡県内献血ルーム5カ所あります。その5カ所で献血いただいたら、あの4月中までね、ちょっといい歯磨き粉プレゼント。あの献血してる時に看護師さんおっしゃってました。あの冬場がね、あの血が足りないんでしょっていう話をしたら、あの結局血液って鮮度だから常に一定量必要なんですよ。だからやっぱり年間通してやっぱきちんと、やっぱで僕は400やりましたけれども、400みたいにああいうもう血液のそのまんまの状態のものもあれば、成分献血の結晶版みたいなものが必要な人もいるんで、はい、皆さんそれぞれあの献血どうぞよろしくお願いします。いいことした。